エコタイム見よう、エコタイム見よう、夜の7時はエコタイム。みなさんこんばんは。イコールラブです。はい、のんのこと佐竹のんのです。はい、あんにゃこと山本あんなです。はい、みりにゃこと大谷えみりです。では始めましょう。せーの、イコタイム、イエーイ。はい、本日は42回イコタイムをご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。この配信は私たちイコールラブが明るく元気に、うん、はい、トークやいろんな企画に挑戦する憩いの時間、はいはい、イコタイムです、はい、ショールームで最も愛される配信になることを目指しているので、はい、たくさんコメントして配信に参加してくれたら嬉しいです、うん、はい、今日の進行は私ミリニャでお届けします。ミリニャ頼みましたよ。ミリニャしか勝たんだ今ね。ちょっと可愛い感じでやってみたけど誰からも突っ込まれなかったからちょっと分かりづらかったんかなと思って。いや、可愛かったよ。いやいや、いつもかそんな感じで可愛いかな。分かんなかった。分かんなかった。もともとが可愛い。もともとが。腹立つ。生きてるだけで腹立つ。はい、パソコンが鳴った。パソコンが本当だ。現在のランキングを発表したいんですけどね。見えない。ちょっとお待ちください。あ、見えた。あ、皆さん、はいはいはい。後でね、この話にはたくさん触れましょうね。ね、そうしましょう。はい、じゃあお願いします。5位から読んでください。5位、目が悪すぎて、もう悪みって感じ。あ、来ましたよ。ありがとうございます。スマホの方だ。はい、5位、あきと、あきとさん、あきとさん、ありがとうございます。4位、4位、トロリン、トロリンさん、ありがとう。3位、りょうぱん、りょうぱんさん、ありがとう。2位がセイカハシ、セイカさん、セイカさん、ありがとうございます。そして1位がイトコンさん、はい、ありがとうございます。はい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 、そんな感じですね、はい、ではここでですね、はい、あれですね、拡散タイム来た。はい、この配信を一人でも多くの人に見てもらうために今からのツイッターで告知ツイートするのでリツイートお願いします、はい、お願いします。では社名をどうする、何どうする、あ、これ、あ、これだね、これアピール、はい、ありがとうございます。はいはいはい、ということでですね、うん、画面下にあるツイッターマークをクリックするとこの配信宣伝をできるので、うん、皆さんぜひご協力お願いします。どこだろう、はい、鳥マークがついてる人はツイッターで拡散してくれた人ということで結構皆さんしてくれてますね。誰がしてる、イトコンさんもしてる、あ、1位のヨさん、イッチーさん、なんかいろんな人がしてます。ありがとうございます。いろんな人がしてます。してくれたみんなありがとう。ありがとうございます。はい、それでは今日の企画に行く前に、うん、まず前回のメンバーから私たちへのお願いを聞くお願いタイムをやりたいと思います。はい、前回のメンバーからのお願いは何ですか、コメントで教えてください。聞かない、お願いします。お願い聞かない。誰、お願いなんて聞かないから。何でしょうか、お願いなんて聞かないから。うん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 、アクロバえ、バク転、え、バク転、ちょっとバク転するよ。あれ、ちょっと聞いた話とは違うんですけれども。何ですか、あれ、心の準備今日してきたんですけど。あ、そう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 、あ、あんだバク転、あんだバク転なの。あ、でも正解が出ましたよ。何ですか、妄想夏祭りデートということで。私バク転でいいの、じゃあ。妄想、あ、やってくれるのとか。もうバク転なら余裕ですよ。私さ、思った、これさ、一番最後にこのお祭りのやつ一番最後にやる方がハードル上がっちゃうから、うん、まあ、確かに最初にやりたい。じゃあ2番にやる。お願いします。お願いします。鳥、鳥はやっぱね、今日気合い入ってますもんね。ハウスツインでね、可愛いから。お姉さん、ね、やめて。お姉さんここに生えてますもんね、うん、ちょっと気合い入れてみたから。じゃあ最後やるね。じゃあ私最初やる、はい、ちょっとおふざけちゃうかもしれないけど。じゃあね、その夏祭りデートっていうことで、はい、え、何でもいいんだよね。何でもいいよ。待って、私男目線やりたいな。あ、ダメか。いいよ。え、だって女の子のさ、うん、ファンの子は喜んでくれるから。じゃあ女の子の思うがままに。じゃあ私が男ね。うん、いいよ。じゃあ行きますか、はい、じゃあのんのの夏祭りデートまで3、2、1、ちょん。遅えな、まだ来ないかな。あ、来た。かわいい浴衣着てる。かわいい。あ、全然待ってないよ。今日浴衣じゃん。え、かわいいね。気持ち悪い。気持ち悪い。裏地ちょっと
いいじゃん。え、気持ち悪いって。うなじちょっといいじゃんだって。え、このさ、俺たちさ、うん、まださ、手とかさ、繋いだことないじゃん。今日は繋ぎたいんだけど、いいかな。自分で笑ってるじゃん。めちゃめちゃ気持ち悪い。普通にさ、もうさ、えって感じなんだけど。あの、でも実際こうなる。え、途中でデュフデュフなってたの。何？だから想像しちゃった。ね、やめてよ。可愛い、うん、女がうなじを見せながら少し汗ばんでいて、ちょっと汗をかいているうなじでほくろがあって、うん、なんかでも髪の毛はちょっとなんか。ちょっと湿ってるんだけど、それがなんかいいよね。想像力が良かった。花見された。本当にごめんなさい。はい、こんな感じです。はい、ちょっとね、皆さんねガチガチガチ花見ずやめて。ちょっと一回退散します。ね、ガチじゃん、ガチじゃん、ガチで退散したんだけど。皆さんからのコメント、みんなコメントどう？やばいって、リアルやな。だってみんなね聞いてるみたい。大丈夫かだって。あ、でも こういうのもありだよ。ほら、まあ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 、うん、みんなそう思うよ実際。そうだよね。確かに世の男性の気持ちを代弁したんだよね。みんな絶対こうやってキモいとか言うけど、うん、君もだよ。いきなりなお言う話でしちゃう。だってオタクはそうな、そうだから絶対。私もそう。まあね、そうなるよね。確かに好きな可愛い女だよね。そうだよ、まあ、そうだよね。じゃあちょっと次テンション上がるもん、ね、いく。あんなちゃん、え、あん、何、バク転って本当なの？嘘なの？あれは嘘じゃない？え、予定も入れるの？全然。え、バク転とさコラボレーション全然やりたいならやっていただいていいとかじゃなくて。いや、バク転ってコメントがあったから、やった方がいいから。お願いタイムであったのかなと思って。やった方がいいと思うよ。ほら、できるのならば全然やっていただいて大丈夫ですけど。デート中にバク転をするの？カオス。いいね、いいね、カオスやな。じゃあやる。あ、じゃあいけます。はい、思いつきました。じゃあ行きますよ。お願いします。アンナの夏祭りデートまで3、2、1、どうぞ。やばい、遅刻する。すごいすごいよ。お待たせ。って誰も来てないじゃん。もうだん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 遅れてごめん。もうめっちゃ待って、急いでバク転してきたんだからね。もうもう、じゃあアンの好きなものを買ってくれないとアン怒るからね。じゃあ絶対いちご飴買ってくれる？うん、分かった。じゃあ一緒にいちご飴買いに行こう。うん。かわいいな。何それ、かわいいんだけど。かわいいんだが、めちゃめちゃかわいいんだが。お疲れー、バク転してきた。お疲れ様。はい、お疲れ様でした。かわいかったよ。激しかったですね。バク転したよ。幼稚園児を見てる気がする。ねえ。ね、まともなやつおらんじゃん。ちょっと待って、今からは本当にまともな。ね、本当にさ、そうやってハードル上げるね。ここからが本場だよね。ここからが本番だから。ここまではまあなんかなんだ、オープニングアクトって感じ、余興って感じ、うん、そうそうそう。え、普通にやるけど大丈夫？大丈夫、うん、大丈夫。じゃあミーニャの普通は可愛いから。可愛いから。いくよ。うん。では大谷エミリさんのお祭り浴衣デートまで3、2、1。てててててごめん、遅れちゃった。あのね、ちょっと浴衣ちょっと着るの慣れなかったから時間かかっちゃったんだけど、どうかな？かわいいよ。好きだ。ありがとう。かわいい。めっちゃかわいい。好きだ。ありがとう。じゃあ行きましょう。てててて。あ、射的、射的やりたい。じゃあ射的で私がこれを取ったら言うこと聞いてくれる？お、もちろんだよ。分かった。行きます。じゃん。ああ、当たった。カンカンカン、おめでとうございます。こちらの景品クマさんです。やったー。ほら。じゃあお願い事聞いてもらおうかな。なんだろう。何でも聞くよ。はい。これはまさか。手つなぎましょう。はい、終わりです。ねえ、もうやだ。手つないでくれるの？手つなぐわ。好きだ。握らせてくれるの？手手を。ありがとう。手汗かいちゃうよ。ねえ、のんのん。
なんかちょっと照れてしまった。可愛かった。待って、ファンの皆さんのコメントみんな好評じゃないですか。ほら、ハーとか言ってるよ。びっくりした、最高。でもさ、久々じゃない、こういうさ胸キュンとか。久々やってないからさ。そうね、ね、偉いよね。でもミリナっていつもネタに逃げないから、うん、走らないから。なんか本当に尊敬する。本当に尊敬する。本当に本当にアイドルってこういうことだよ、うん、こういうことだよね。なんかこれが正解だと思う。これがアイドルなんだよ。なんだ、違うんだよ。違うんだよ。そんなね、キモいとか言わないんだよ。私たち見習って。はい、頑張る。本当にごめん、いつも本当にごめん、いつもふざけてばっかりで。ふざけてばっかりでごめん。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。はい、ではね、うん、続いては終わったということで、はい、この企画いきます。はい、 お話タイムイエーイ。はい、最近の出来事をみんなでお話しする時間です、うん、ということで、はい、はい、そうですね。最近はまあ TIFF がありました。 TIFF はね、ありましたね。ちょっと盛りだくさんだった。だって一昨日でしょ、終わったの。そうだよ、まだほやほややんか、うん、そうだね、うん、そうだね、うん、どう、なんか、ほんまにさ、なんか何回も言うけど暑すぎて、でもなんか、え、特にあれやばくなかった、スマイルガーデン。最終日のスマイルガーデンが、あの、息できるか、わかるわかる、できないかもぐらいの。そう、なんか多分テントだったから、ステージがテントっていうか屋根があったから、それは日光直射は避けられたけど、空気がこもっちゃってね、わかる、やばかった、確かに。え、でもさ、逆にさ、ファンの皆さんもさ、その前の方にコラボファンの方もいらっしゃったわけだから、何時間待ってたのとか思って、私たちよりも絶対ね。だってでもノイミーちゃんの時とかもさ、いた方多いじゃん。そうだね、だからさ、確かにありがたいことです。本当にありがたい。皆さん体調大丈夫でしょうか、ね、元気ですか、熱中症なんてないですか。日焼けさ、しすぎてさ、痛っ、なんかすごい痛くなったり。アイスの時さ、みんなね、コラボアイス、確かにすごいみんな赤いなって思って、ね、そうだね、アイスも販売したよね。やばいです、やばいです。アイスめっちゃ食べた。アイス3日間みんな食べたよね。ね、食べた、美味しかった、美味しかったね。そう、でもさ、なんかかき氷を伊藤さんが買いに行ってくださったんですけど、うん、そうそうそう、みんながなんか、伊藤さん誰がなんかいちごなんですか、抹茶なんですかみたいなのめっちゃ、ね、そう、ファンの方が聞いてたみたいで、そうそうそう、もう、ね、すぐみんな伊藤さんにたかるんだから。ね、言ってた。本当に人気だね、伊藤さん、ね、みんな気になってたよ、抹茶頼んだのが誰かみたいな。誰でしょう、誰。はい、あ、私でした。この人ですね。一人、しょうこ、うんうん、一人だった、だった、うん、みんないちご削りとか。いちご削り本当に毎日食べてた。あれ美味しいね、めっちゃ美味しかった。本当に美味しい。もっと練乳、練乳が美味しかった、ね、しかった。あ、そういえばケータリングとかもいろいろありましたけど。あ、そうね、あった。ティフではめっちゃ美味しかった。美味しかったね、うん、美味しかった。なんかね、もうね、チケットがでもちょっと余ってたの。グループごとに決まってるんだけど、サッシさんの分とかもあって、うんうん、それをね、食べたりした。あ、ずるいよ。あ、言ってよ、みんな絶対食べてるから。食べてないよ、私自分の分しか。私も自分の分しか食べてない。あんたも自分の分しか食べてない。食べてるでしょ。あ、違うもん、その1個の毛をみんなで半分こした。なんかマイカとさ、分けてたんだよね、うん、みんなで食べた。まあ仲良しということで、ね、はい、いや、あのね、うん、うるさかったよ、楽屋が。あ、確かに。番犬顔顔とかさ、番犬顔顔、ウノ、トランプ、なんかカードゲーム、ね、ね、みんないろいろやってた。楽屋は4種類のゲームを置いてました。自分たちで ね、自参して、間が時間空いたりとかするから。確かにね、そうそうそう、楽しかったね。でもね、楽しかった、うん、なんか新鮮っていうか、久しぶりになんか、なんだろう、みんなですごい長時間一緒にいた気がした、うん、ね、確かに。本当に前日がさ、リハだったじゃん、TIFFの初日の前日が。その時からね、もう結構結構うるさかったよね、バイバイしてたよね。で、番犬顔顔やってた人めちゃめちゃうるさかったからね。ほんと誰だよ。わかった。ほんと誰、うるさい。そんな驚くってぐらい驚くよね。マジで驚くの。いや、ほんとにやった、ね、やったけど。やったけど、なんかそんなに。いやいや、ほんとに寿命縮むぐらい、ほんとに心臓に悪い。やる、今度ここで。でもやってみたさある。やろうよ、やろうよ、うん、私参加しなかったからちょっとやってみたい。やろう、ちょっと、あの、あるから、あのレッスン場に。あ、じゃあレッスン場に、ね、レッスン場でやろう、でやろう、うん、そうだね。やる。はい、そうですね。どう、TIFF、 なんか他のアイドルさんとかとさ、結構写真撮ったりしてて、うん、ね、なんかのんのがね、他のアイドルさんとすごい仲が良くて。あ、仲良くなった。そののんのにちょっとついてってた時に、うん、仲良くちょっと喋ったのね。コミュ力半端なくない？半端ない、本当に。コミュ力っていうか、た
ただのオタクっていうか、そう、しかも聞いて、この人ね、一回ね、パスをね、イコラブのじゃなくて違うアイドルさんのつけてたんだよ。そうやばくない？なんで？どういうこと？なんか、なんか気づいたら、気づいたら、やばいでしょ、ほんとに。あの26時のマスカレードさんの、うんうん、森美晴ちゃんのパスをつけてた、うんうん、そう、だから、もうあなたイコラブからどうするの？私、森美晴だったの。しかもさ、ね、自覚ないのやばくない？なんか気づいたら、ついてて謎すぎない？どうしたみたいな、びっくりした。ケータリング一緒にいたのね、森美晴さんも。で、えみたいな、ビビって、ちょっとめっちゃ面白かった。何それ、すごいスペイブだよね。確かに ね、 ね、嬉しいことに、そんな感じでした。楽しかったな。でもね、楽しかったね。なんかこれからもイベントいっぱい、マジで楽しかった。まゆみちゃんのね、あ、ね、感動した、デビューライブもありまして、そうね、かわいいな。なんか泣いてたよね、みんな。うん、なんか純粋、なんか透明、本当に透明、ね、無色、まだ染まってない感あるよね。なんかすごいさ、挨拶とかもさ、うん、皆さんこんにちは、ナットイコールミーです。でもうちらも最初そうだったじゃん。そうだね、皆さんこんにちは、イコールラブですみたいな。マイクあるからみたいな。今思えばね、ありますけど、ありましたね、思い出したよ、うん、あれオリジナル曲もう MVP してる、もう毎日聴いてる。さっきもさ、うちら楽屋で、ね、歌ってたよね。ねえ、ずっと歌ってた。歌っちゃうよね。ね、私ね、この前ひとみちゃん、ひーちゃんとお出かけして、ね、たね。そう、本当にマジで好き、天使だった。2人の関係性マジで妄想しやすい。え、教えて、妄想。なんかまた危ない方向に行くんですけど、じゃあもうめちゃめちゃ語っていい？いいよ。ここはとある女学院に、ここの学校ではめっちゃわかる、ジンクスがある。あのお姉、なんか兄弟、兄弟関係の姉妹を一人選んで、なんかそのお姉様を選んで、そのお姉様とネクタイを交換するっていうジンクスがあって、それでミリニアとひとみちゃんはそれでなんかネクタイを交換するんだけど、ひとみちゃんはめっちゃなんかお姉様、ミリニアお姉様、エミリお姉様って言って、いつもすごく嫉妬して、うん、他のこと話さないでください、エミリお姉様って言うんだけど、言って、でもいつもなんかミリニアはツンデレだから、もうとかなんかあんまりなんかはいはいみたいな感じなの、うん、でもある日そのひとみちゃんが違う先輩と話してるのを見たら、うん、突然ミリニアがひとみって言って、なんで他のこと話すの、あなたは私のものでしょって言うの。ねえねえ、はい、来ましたー。探せ、ダイヤモンドリリーのさ、ブローチ交換するにさ、似てない？あれ絶対似てるっしょ。違うの、本当にそうなの。でも本当に、でも待って、女学院感は超わかる。わかる、それは、それしかわからないけど。だからもう私、本当にあれが乗った瞬間にもマジいいねしたから。早かった、いいねしたから。それはわかる。でもね、一番の今の被害者は多分ひーちゃんって。びっくりしてるよ、たぶん。ひーちゃんごめんなさい、明日謝っといて。謝ろう、謝ろう、明日謝ろうね、うん、はい、めっちゃ買ってしまった。あ、そうだ、あ、お、あなたは私のものでしょ。ちょっと、カンペが出ましたよ。え、言ってやるやつ、うん、ちょっと、じゃあ、ミリニアのセリフ、セリフお願いします。あなたは私のものでしょ、お願いします。よーい、あなたは私のものでしょ。それ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 って何、マジで。え、本当にマジで一冊本書こっかなっていうの書けそう。花とのんのすぐ本書こうとするよ、ほんとすぐ何でも本にしようとするからさ。てか歌詞書こっかな、それだから、いつもそれ言ってるじゃん。本か歌詞書くっていつも言ってるから、あなたたち書くは。じゃあいつかね、いつかね、いいよ。あ、皆さんの、皆さんのティフの思い出の募集をしたいと思います。何かありますか？コメントで、コメントで教えてください。これにさ、触れたいよね、私たちも。確かにそうね。これさ、触れてなかったよね。いつまで、じゃあユーザーさんの、まあ、じゃあ、まあ、ティフの話してから触れますか？一回、一回ね。インフォセン、あれ、インフォセン、センターじゃないんだよ。インフォ、うん、セントレだ。インフォセントレ、アンナちゃんがアイス売りに来てくれたことが嬉しい。いや、優しいかよ、優しいかよ。やったね、やった。この間で見ました。あ、うん、そうか、配信されてたから。確かに確かに。そのウェア買ったよ、だって。え、本当に本当に。うちら反応だめ、違う、反応違う。ありがとう、嬉しい、めっちゃ嬉しい。可愛いもんね、これ。可愛い、え、もうなんかキュートって感じ。めちゃめちゃキュート。そうかな、うん。
でもなんかこうやって着てみると意外と可愛いかも。しっくりくるかもね。なんかこうリラックスウェアって感じ。リラックスって感じ。あの着心地がいい。ね、確かに、なんかリラックス、ね、とりあえず着心地がとても良い。うん、じゃあちょっとコメント読もうかね。そうね。アンナ今日どうしたって言われてるけど、飲んのでしょ。なんで？私？結構普通。結構普通。に2日目の。うん。ドリームステージでミリナからレッスンをもらったことだって。あ、覚えてる。絶対嘘だろ。何列目だよ。何列目？覚えてる。3列目ぐらいで見かけたもの。髪手絞って。うん、忘れちゃった。可愛いから言うと。これがアイドルだよ、飲んだ。これがアイドルか。これか、これ正解ね。これ正解。とりあえずウィンクすればいいんだ。ウィンク安売りみたいに言うじゃん。あ、ノンノがレッスンくれた。え、ノンノ覚えてる？あ、覚えてる。本当にこの子は覚えてる。あ、覚えてる。あ、本気で覚えてる。本気でっていうことはさっきミリに嘘だった。そんなそんな。そういうこと。そういうこと今自爆しましたね。自爆。自爆。ミリにはさっきからどうした？なんで？どうした？キャラ違う？え、キャラ違うのかな。いつも通り可愛い。ありがとう。大谷半端ない。何？どういうこと？ウィンクだよ。あ、そういうこと。やっぱウィンクっていいんだな。やっぱウィンクはいいな。アンナちゃんの目があった気がしたけど、きっと気のせいなの。いやいや、その通り。私はあなたしか見ていない。本当かよ。見つめ合ったよね。あの数十秒間思い出してるよ今。え、じゃあどんな感じ？じゃあどの曲で目あった？やっぱ部活中に目が合うなって言った瞬間、部活中に目が合った。あー、嘘くさいわね。こういうあからさまなのは良くなくない？わかる。良くない。こういうの良くない。いじめないです。どうすんの本当だったら。本当だったらどうすんの。本当感がちょっとないないですね。みんなで押す。なんだろう。目が合ったと思ったのは手遅れだった。バレたバレた。あの時だ。汚れてのね、たぶんそこだね。え、ねえ、そうだよね。そうだなって言わせるもんね。強引だな。でも結構みんな思い出あるね。ね、そうだね。嬉しいですね。はい。じゃあ岐阜のね、そろそろ行きますか。そうだな。そろそろこの大事な、こちらですね。ね、ズボン持ってくればよかったね。確かに。え、あれってセット売り？そうそうそう。あ、セット売りの、今日は T シャツを着ているんですけれども、はい、新グッズでございます。イエーイ。寄付の時からね、販売されてるんだって。あ、そっかそっか、うん、じゃあもう買った人もいるんだね、うん、さっきね、結構コメントで見かけましたよ、ね、なんかおしゃれな着方とかない？そうですね、先輩、教えてください。でもな、今のさ、このハーフツインに合うの。確かに。髪型？じゃあ男性もこれでいいですか？そういうことですか？男性はね、カツラを購入カツラ購入でツインテールでよろしいですか？よろしくしたい。これはね、うん、どうしよっか。あ、でも今日アンナが白いスカート履いてたのが可愛かったかな。プリーツのスカートとかだと、うん、なんか応援するチアガールみたいな感じになって、そうそうそう、今日のはちょっとね、紺だから、紺だから、結構も同色な。まあでも可愛いけどね。でもこういうスポーティーなスカートと合わせるととっても可愛い、可愛いと思います。夏にぴったりですね。確かに夏っぽい ね、はい、色味もね、なんか水色で。そう違う、あん、これね、野球のユニフォームみたいだなって思って。確かに、あん、野球がめっちゃ好きやけんさ、だからめちゃめちゃしっくりくるもん。なんかいつも着てますって感じ、ね、こういうの着てるしね、いつも。そう、野球、なんかこんな気分。え、いいじゃん。じゃあファンの人もこうやって。そう、背中もね。あ、背中も、背中ラブ。あ、そう、12って書いてある。お、いいね。ファンラブ12って書いてある。いい、ね、そう、だからさりげなくて良いですね、うん、かわいい。やっぱね、あれかな、これからライブとかに来てくる人もたくさんいるのかな、うん、そうだね、来てきてね、来てきてね。そう、でもね、下がね、ズボンなんだよね。なんか思ったんだけど、このボタン、さっきのんのこれのことなんて言ってたっけ。のんのなんて言ったかちゃんと言いな。豚の鼻。豚の鼻、豚の鼻2個だから。それ4個だから。豚のお鼻、これボタンなんだね、うん、そうだよ。ユニフォームはさ、そうじゃん、結構前足じゃん。だからみんな、これボタンだから。いや、ブタって言ったのあなただから。ちょっとそう、ちゃんとして、うん、なんかこの下が赤いズボンなんですけど、うん、まあね、それは男性の方とかは、ね、まあいい、いい。女の子はバスカートとか短パンとかさ、いろいろ合わせても可愛い、確かに、かなって思います。はい、はい、じゃあ買ってね。雑。
買ってねって。はい、よろしくお願いします。お願いします。あ、じゃあ次の企画いきます。いっちゃう？いきますか。はい、こちら、はい、こんな企画です。はい。独占インタビュータイム。イエーイ。なんだろう。初めて。はい、そう、ね、初めてだね、うん、ルールを説明します。新企画です。お、はい、人気者の証である独占インタビューをやってみます。お、今から1人3分ずつユーザーから来たどんな質問に答えしても真面目にかっこよく、ね、なんとか大陸みたいに答えてください。大陸だ、うん、大陸そう、おふざけは一切いりませんと。お、繰り返します。どんな質問にも真面目に答えましょうとのことで、かっこよく言えばいいんでしょ。まあいつでもふざけないし、あ、真面目だし OK かな。こういうのめちゃくちゃ好きだよ。確かに向いてそう、うん、おふざけなしでしょ。なしなし。なんか、あ、じゃあ誰から、ええ、でもまあやろっかな。あ、じゃあちょっとあの自信ありげな先にやった方がいい。あ、あれ決まって抜き、ちょっとあの来ましたよ、なんか来たよ、ウェアの下が来ました。ウェアのちょっと待って、ちょっと待ってでもあ、なんかでもバスケ部っぽい、思ったバスケ部っぽい、バスケ部っぽいな、モテるんじゃね。まあ男性はなんか昔バスケをやってた時にこういう感じだった。本当にバスケ部、確かにレッスン着で使えそう。そうだね、これ皆さん寝巻きとかにも使えますから、ね、そう、リラックスできる時だから。これ寝巻きでしょ、でもリラックスウェアって、うん、確かに。みんな来てね。はい、可愛いからね、来てね。はい、モテるよ絶対。モテる、これ来たらモテる、モテる、うん、絶対ここなんか、ね、モテたい方は来た瞬間に絶対 LINE 来る。本当かよ。保証します、うちの本能が保証します。 LINE 来なかった教えてください。やばいぞ。では、はい、ではやっていきますか。はい、私からやろうかな。お願いします。お願いします。はい、じゃあ行きますよ。3分間ファンの方からコメントいただくってことかな。そうだね、あ、記者なんだ、私たちが記者なんだ。じゃあコメントから質問私たちが拾っていくので、皆さん、あの、聞きたいこととか、ノンノへの質問をね、はい、お願いします。キャラとかはつける自分で。あ、じゃあ佐竹ノンノっていう、あの、あ、じゃあ、あの、うん、なんだろう、もう、うん、全世界の女の子を愛してるっていう、っていう人、人。あ、そういうことね。女の子が好きな、好きだよっていう人。ほう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 。じゃあそんな佐竹のんのさんに、はい、はい、質問をお願いします。インタビュースタート。佐竹さん、すいません、はい、アイドルオタクとは何でしょうか。アイドルオタク、これは人生です。あの、すいません、美味しいトマトってありますか。でもやっぱトマトだったら何でも美味しいんですよ。トマトというものはね、栄養がいっぱいで、あの、丸かじりが一番美味しいので、何が美味しいとかじゃない、もうトマトだったら何でも美味しいんですよ、分かってください。はい、じゃあ女の子のどこが好きですか。女の子はやっぱりほくろですね。女の子のほくろって、はい、ブラックホールなんですよ。どういうこと女の子のほくろはそこにあるだけで、そこがもう小宇宙なんですよ。謎ちょっと謎すぎる。宇宙なんです、ほくろって。じゃあ佐竹さん、女の子の好きな香りとか匂いとかありますか。本来の香りが好きですね。だからお風呂に。やだ。真面目にですよ。笑わないでください。お風呂に入ってないぐらいが好きです。ああ、岐阜でおしめん見つかりましたか。もうね、おしめんとかじゃないんですよ。もう女の子がいるだけで、そこはもうパラダイスなんですよ。おしめんとかじゃない、もうそこの空間がもうパラダイスなんです。だからおしめんとかいません。なるほどね。刃についてどう思いますか。刃はね、これはもうね、食べるしかないな。佐竹さん、真面目に答えてください。佐竹さん、笑いはやめてください。はい、待ってください。刃ってあの、どうしたって自分には生えてこないので、これやっぱ食べるしかないなって。刃は食べるものだと思います。じゃあ佐竹さん、ちょっと質問なんですけど、はい、ナイトプールに行きたいですか。あ、行きたいですね。なぜですか。なぜですか。やっぱ女の子の水着ですね。
佐竹さん笑ったよ気持ち佐竹さん真面目な会見ですよこちら好きな女の子の髪型は何ですか？いや、女の子として生まれてくれればもうどんな髪型でもいいです。坊主だってハゲだってなんだって、とりあえず女の子が好きなんです。これがプロフェッショナル。なるほど、なるほど、素晴らしいです。あ、次の質問なんですけれども、はい、さっきプールに行きたいとおっしゃってましたけど、はい、女の子の水着はすくみず派ですか？あの私はあのこの水着あるじゃないですか、ここが空いてるのが好きです。あ、真ん中がですか？真ん中が空いてる水着が好きです。それってどのような状況でしょうか？あの谷間が、あ、なるほどなるほど、ちらりと、はい、よくわかりました。谷間がね、最後の質問ですね、はい、何にしましょうかね。男の子じゃダメですか？ごめんなさい、女の子しか愛せません。そうでした。あ、楽しいよ。これのんのにしかできないんですけど。いいよ、それな、楽しいよこれ。なんなの、めちゃめちゃ面白かったんだ。ひたすら自分の性癖語ったよ。でも水着は正直、あんまり露出ないのが好きなんだよね。あ、そうなの？じゃあ嘘だったの今の。なんか背中とかが出てる方が好き。あ、だけどおっぱいを目指すなら、あの大丈夫ですか？あのおちょっと、もう次行こう、次行きましょう、次行こう、次行きましょうか。もういいよ、のんのちゃん、すいません本当にごめんなさい。大丈夫ですかね？大丈夫ですか？本当に、はいはい、ではじゃあしっかりしてくださいね。じゃあ次、じゃあ行こうかな。次行きます。私行こうかな。じゃあ行きますね。じゃあ大谷さんへの設定はありますか？どうしたい？なんか、あ、でもやっぱなんかファッションデザイナー。ねえ、大丈夫かな？いい、カリスマプロデューサー。分かった、じゃあカリスマ系で、カリスマ系ね。こっちコメント見る、見るね。オッケー、じゃあ撮ってみるね。それでは大谷さん、はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よーい、スタート。左手の小指って何のためにあるんですか？左手の小指はですね、そうですね、まあ綺麗だからあるんじゃないですかね。女の子のスカートかズボンどっちが好きですか？そうですね、私はどちらも好きなんですけれども、やっぱり女性らしさを引き立たせるという意味ではやっぱりスカートの方が女性らしいのではないかなと思いますね、あなたにとって服のボタンとは？あなたにとって服のボタンとは何ですか？あの、露出を軽減させるためのものです。渋谷の女ですか？いや、私あんまり渋谷行かないんで分かんないですもん。ミリニャのニャって何ですか？ミリニャのニャは、すいません、真面目にやってもらってもいいですか？そうか、真面目なやつなの。真面目なんで。ミリニャのニャはですね、まあ私が別に特に望んでいたものではないんですけれども、そのね、はい、あんまり被らないという点でちょっとつけさせていただきました。この夏のおすすめのアイテムありますか？そうですね、この夏はやっぱり肩を出すのがとても良いと思うので、オフショルとかワンショルダーとかぜひ皆さんも着てみてください。じゃあ好きな生地は何ですか？好きな生地ですか、はい、あー、なるほど、ちょっと迷っちゃうな。私そういう手やめてください。真面目なんで。ですね、私はやっぱりこういうすいません、大谷さん手は下で、ごめんなさい。こういうちょっとさらっとした生地がね好きですね。汗を吸収してくれるのでこの夏にぴったりだと思います。ほうほうほう。なんだろう、ね、日焼け止めとは？あ、日焼け止めとは、もう日焼け止めは女の子にはなくてならないものじゃないですかね。やっぱりね、お肌はちょっと白い方がまあ私はねいいかなと思うので、好きなラーメンの麺の太さは？あ、太麺です。はい。プロデュースしたいイコラブグッズはありますか？あ、リラックスウェアをプロデュースさせていただきたいですね。ミリアの汗の匂いは？あ、汗の匂い、コットンキャンディってよくあります。ひーちゃんと付き合ってるって本当ですか？想像にお任せします。真面目に答えてください。味噌ラーメン、あ、間違えた。ハーフツインは何につけて食べますか？私は結構お醤油とかで
まあちょっとね、塩気がある方が好きですかね。なるほど、うん、ラーメンのトッピングのベストは油。真面目、あ、違う。あ、それでは次がラストの質問になります。どうしますか、どうしますか、アンナ記者。どうしましょうか。早くしてください。もう時間なんですよ。じゃあアンナ記者選んでいいですよ。わかりました。次のデザインのちょっとね、打ち合わせが入ってるんで。そうですね。じゃああなたにも同じ質問します。女の子は好きですか？女の子は大好きです。キャー、最高だ。終了。え、すごいちゃんと設定守ってて。いや本当にね、難しかった。これ設定って意外にさ、大事かもね。設定ね、難しいよ。難しいね、でも難しいよね。設定はね、ちょっとちゃんと考えた方がいい、やっぱり。え、どうする、アンナ。どうしよう、いや、あ、もう普通でいくわ。あ、じゃあ山本アンナでいく。山本アンナがリーダー、山本アンナリーダーとしての、そうだね、意見を、うん、じゃあ、うん、じゃあ大陸風にやってくださいね。じゃあちゃんと、ではでは、じゃあちょっと、ね、皆さん、山本アンナさんへの、ね、質問をお願いします。ではインタビュースタート。イコラブとは？イコラブとは12人全員が欠かせない存在のグループのことです。うるさいメンバーはいますか？います。どなたでしょうか？過半数です。背を伸ばすコツは？ありません。身長が伸びる予定は？ありません。ジャロはいつ洗う？洗いません。色気を出す努力はしてますか？していません。なんでテレビ買わないんですか？買ってます。リーダーって何？人をまとめないといけない人です。噛みましたか？噛んでません。すいませんでした。噛みました。中学は卒業しましたか？しました。当分昔にしました。センブリ茶ですか？違います、私は人間です。お好み焼きは食べますか？食べます。リーダーは勉強する必要がないんですか？いいえ、リーダーは一生勉強して生きていく予定です。今までもずっと毎日24時間勉強してきました。本当にリーダーですか？その質問を選ぶというのはちょっとどうかと思います。どうしてそんなに可愛いんですか？可愛くありません。幼稚園児ですか？違います、21です。ツインテール食べたいですか？ツインテールは現実的には無理だと思います。真面目。あなたの生きる意味は何ですか？皆さんが笑顔になってくれることです。なんですぐ嘘つくのかな。私一つも嘘をついていないのですが、記者様たち失礼じゃないですか？失礼いたしました。12歳ですか？21歳、その逆です。マヨラボは何時からですか？夜、夜中25時からです。山本アナのマヨラカラボ聞いてください。アイドルとは何ですか？アイドルとは皆さんに笑顔を与えるために生まれたものです。なんでそんなにところどころちょっと嘘くさいんですか？嘘くさくありません。私は真面目に答えてるつもりなんですけど。失礼いたしました。思っていますか、その記者様。漢字は読めますか？漢字は時々読めません。でも読めないからといって困ったことはありません。真面目ぶるのやめませんか？ぶっていません。これが本当の私、それが山本アンナです。ではでは、身長が180センチあったら何をしますか？そうですね、人を見下したいです。同い年のミリナに一言。あ、一緒に身長伸びるといいね。え、別に私困ってないんですけど。イコラブは好きですか？大好きです。ほう、にわか野球ファンですか？何？にわか野球ファンですか？あ、次でラストらしいです。違います、私は本当にカープが好きです。 I love カープ。じゃあ最後、大谷記者お願いします。はい、最後ですか？わかりました。はい、何でしょうか？願いが一つ叶うなら？噛むのやめてください。失礼いたしました。あ、願いが叶うなら、叶うなら何をしたいかですか？最後かっこよく決めないとな。そうですね、世の中みんなが平和になり、そしてイコールラブ全員が、一生これからもずっと、そしてファンの皆さんも皆さんがずっと笑顔でいてくれることが一番かなと思います。はい、素晴らしいです。いいこと言うやん。終わり。ありがとうございました。アンナがリーダーでよかったよ。うん、それはつくづく思ってる、うん、さっきからこの人たち本当嘘っぽいですけど。本当だよ。ねえ、本当だよ。一番嘘っぽいよ。本当だよ。
あなたたち、ゆうたちが分かって、分かってほしいよね、うん、さっきも2人で話してたもんね。いや絶対嘘、ずっと一緒にいたもん今日そんな話1ミリもしてなかった。さっき、あの一緒にいながら LINE で話してた。そうそうそう、かけて LINE するのやめてもらっていい？ちょっと恥ずかしいからね、照れちゃうからね。実際は言わないからね、だったらやめてください。はい、ということでね、はい、楽しかったですね、はい、終了ということで、以上絶対待ってないんだけど、まあまあまあ独占インタビュータイムでのコーナーでした。イエーイ。はい、ということでですね、はい、もうエンディングになってしまうということですか？早、はい、あほろー、わかりました。早いですね、早いね。はい、イコタイム第42回あっという間にエンディングタイムです。はい、はい、どうでした？どうでしたか？でもなんかね、記者さんになるの楽しかった。なんか質問をやる方が楽しかった。確かに、選んでるの楽しいよね。楽しかった。そしてなんかみんなのコメントが、そう、面白い、すごいです。面白い、みんな。みんなの脳みその中覗いてみたいって思った。ね、見てみたい。いろんな人がいます。どう思ってるんでしょうかね。でも TIFF の話もね、できたし、うん、そうだね。このね、ユニフォームも、ユニフォーム、これ、ユニフォームも皆さんにご紹介できたしね。そうですね。よかったと思います。ね、買ってくれないとちょっと困るな。うん、お願いしますね。お揃いってことだから。お揃っちだからね。そうだよ。双子コーデって感じ。はい、じゃあ。お口の方をね、やっていきたいと思うんですけど、あ、そちらですか？あ、すごい。もう終わってるやつあるけどね。はい、ということで次が8月10日サマーステーション音楽ライブがあります。はい、そして8月13日私と花ちゃんが東海アイドル万博2019の、はい、あの MC として、そうじゃん、出演させていただきます。 MC ですよ、ぜひ遊びに来てください。はい、そして8月17日は日比谷野外音楽堂にてイコールラブとノットイコールミーの合同コンサートがあります。楽しみ。こちら今さ一般公開してるから、そう、今日もねみんなで練習頑張ってきたので、うん、レッスンリハーサルをね楽しみにしてください。はい、お願いします。そして8月25日はアットジャムエキスポ2019にさあの出演させていただきます。はい、対バンだね。そうですね、楽しみだね、はい、楽しみです。そしてなんと9月12日がイコールラブデビュー2周年記念イベントがあります。ダンス、これは来るしかないよ、ね、これは来るしかですね、やっぱ2周年はね、まあ、6日が2周年なんですけど、イベントは12日ということで、ね、皆さん遊びに来てください、はい、よろしくお願いします。中野サンプラザって本当にすごいよ。そうだよ、アイドルの聖地ですからね。ハロプロさんってめっちゃイメージある。わかる、確かに、楽しみだ ね、 ね、楽しみです。はい、はい、というわけで今週のイコタイム終わりです。はい、そして大切なお知らせです。はい、イコタイムは毎週火曜夜7時から配信中です。はい、次回の配信見逃さないためにも画面右上のハートマークを押してお気に入り登録をお願いします。お願いします、はい、メンバー全員個人配信もやっていますので、そちらもぜひチェックしてください。はい、お願いします。そう、ランキング、ランキング発表します。発表しましょうか。5位から、5位からお願いします。どこだ、え、いない、どこ、あ、ランキング、はい、では、はいはいはい、5位、はい、りょうぱん、はい、りょうぱん、ありがとうございます。ありがとうぱん。そして4位、高橋聖太さん、ありがとうございます。3位、伊藤コンさん、ありがとうございます。2位、大阪のマー君、マー君、ありがとうございます。そして栄えある第1位はおもちさん、おもちちゃん、おもちちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます、皆さん、ありがとうございますね。でも楽しい時間になりました。ありがとうございます。ではでは次回の出演メンバーを決めるくじ引きをやります。はい、はい、じゃあ引いてくださいな。じゃあ引きます。はい、じゃ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 、はい、はい、せーの、じゃん、もろはしさな、あ、もろはしすんこ、さなちゃん、じゃあすんこ、どうぞ。私は斉藤なぎさ、お、なぎこ、さんこ、じゃあ最後引きます。はい、誰だろう、じゃん、斉藤キャラ、ピンクエンジェルプラス、プラス最年長の、なんかお姉さん、お姉さん、誕生日迎えた諸橋さんのさんですよ。楽しみだね。ということで次回出演する3人は斉藤なぎさ、斉藤キャラ、諸橋さんのに決まりです。はい、どんな配信になるんだろうね。ね、でもなんか、ね、サナでもこん中で一番さ、うん、なんかナータンとかの方がしっかりして、そうだね、そうだね、怒られるよ、サナ。なんかいい組み合わせだよ、こういう感じで、バランスが良さそうね、楽しそうだね、いい感じです。じゃあ最後にお願いタイムやりますか。そうだね、次回配信メンバーがこれをやったら愛されるということのを私たちが考えてやってもらうようにお願いをします。はい、はい、次回メンバーへのお願い何にしましょうか。どうする、皆さん、どうする。まあでもお誕生日だからね、サナがお誕生日迎えたから、ね、サナに、そうなんだよね、サナをめちゃめちゃ褒める、
2人が、いい子供2人が、うん、それいいかもね。その褒める会にしますか。じゃあそうしよっか、うん、はいはい、じゃあそうしましょう、はい、私たちから次回メンバーへのお願いは、うん、ピンクエンジェルにもらいさなちゃんをひたすら褒めてもらうということに決定いたしました。はい、皆さんはこのお願いを次回放送の時に伝えてください。お願いします。はい、それではですね、はい、もう終わりということで、はい、今週のイコタイム終わりです。はい、はい、ではでは以上、イコールラブの大谷えみりと佐竹のんのと山本アンナでした。